カールトンハウス正面玄関ポルティコ19世紀初頭、カールトンハウスは1783年から数十年間にわたり、折衝を対し、ジョージの邸宅としてよく知られていた、ロンドンにあった建物である。ペルメル通りの南側に面し、その庭園はセント・ジェームズ・パークに隣接していた。現在カールトンハウステラスとなっている、この場所に邸宅があったことは、セント・ジェームズから、 リージェントストリートやポートランドプレイス、パークスクウェア経由でリージェンツパークに至る記念的なルートをジョン・ナッシュが作った主な理由であった。リージェントストリートとウォーターループレイスはもともとはカールトンハウス正面入り口へのアプローチを形作るために配置されていた。この邸宅はもともと1714年に カールトン男爵位を創設したヘンリー・ボイルのために18世紀初頭に再建されたものでヘンリーの死後老いの建築家バーリントン伯爵により継承された。バーリントンはヘンリー・フリッツ・クロフトを雇い庭園の全部を石造りに改造した。バーリントンの母は1732年に邸宅をプリンス・オブ・ウェールズのフレデリック・ルイスに売却した。その後、ウィリアム・ケントが庭園を改修し、 さらに、フレデリックの未亡人、プリンセス・オブ・ウェールズ、オーガスタが邸宅を拡張した。1783年、フレデリックの孫で、プリンス・オブ・ウェールズとなったジョージが、カールトンハウスを継承し、改修費用として6万ポンドを与えられた。その当時、邸宅は、建築的な統合性のない、万全とした構造だった。カールトンハウス正面玄関1820年。 邸宅は1783年から96年にかけてヘンリー・ホランドにより実質的に再建された。1802年の時点でカールトンハウスは広大で贅沢な邸宅であり、多くの国々で宮殿と呼ばれるにふさわしいものだった。1780年代からジョージの両親のセント・ジェームズ宮殿とバッキンガム・ハウスに代わって王室の中心となった。 摂政王太子となった1811年以降、邸宅は実質的に宮殿となった使用頻度に合わせ改装された。1820年、父ジョージ三世の死去に伴い、王太子は即位し、ジョージ四世となった。彼は、カールトンハウスや公式の宮殿であるセントジェームズ宮殿、さらには、両親のバッキンガムハウスはいずれも彼の要望には、 不十分であると判断した。カールトンハウスを大規模に改装することも検討されたが、最終的にバッキンガムハウスがバッキンガム宮殿として再建された。カールトンハウスは1826年に解体され、代わりにカールトンハウステラスとして知られる二棟の白い化粧漆喰が施された勝者な建物が建てられた。その建物のリースによる収益金は、 バッキンガム宮殿の建設費用に充てられた。メインフロアとレセプションルームの平面図。傾斜地に立つため、メインフロアに立つと、レセプションルームは地下にあたる。カールトンハウスが建設された土地は、かつては、王立公園、あるいは、原野として知られていたセントジェームズ宮殿の敷地の一部だった。校舎は、チャールズ2世のいとこのカンバーランドコールパートが、所有していた時代の故障で、 後に、アッパースプリングガーデンと呼ばれた。1700年からその土地は、ヘンリー・ボイルの所有となり、彼はその土地に建っていた邸宅の改修に2835ポンドを費やした。アン王は、ボイルに対して、1709年11月2日から、年35ポンドで31年間の賃借権を可視する胸の特許状を発行した。 ボイルは1714年にカールトン男爵に助爵され、それ以降邸宅はカールトンハウスと呼ばれるようになったが、いつの時点からか E の文字が欠落した。1725年、カールトンの死に伴い、土地の賃借権は、老いのバーリントン伯爵に承継され、ジョージ二世は1731年1月にバーリントンに対し、 年35ポンドでさらに40年間の賃借権を可視する特許状を発行した。1732年2月23日付の契約により、賃借権はジョージ2世の長男でプリンス・オブ・ウェールズのフレデリック・ルイスに承継されたが、彼は1751年に父に先立ち成去した。彼の未亡人となったオーガスタはそのまま邸宅に住み続け、 改築を行い、敷地を拡大するために隣接する不動産を購入し続けた。オーガスタは1772年に亡くなり、邸宅は彼女の息子ジョージ3世により承継された。その後邸宅はジョージ3世から、その長男でプリンス・オブ・ウェールズのジョージに、彼が成人した1783年に可視された。王太子はウィリアム・チェンバーズを建築家として任命したが、 最初の調査の後すぐにヘンリー・ホランドと交代させた。チャンバーズ及びホランドはフランス新古典主義様式の建築家であり、カールトンハウスはルイ16世様式のイングランドへの導入に強い影響を及ぼした。ホランドは庭園の前面に沿った邸宅の主要なレセプションルームである大広間から仕事に着手した。建設は1784年に始まった。 1785年9月に、いつもは、辛口のホレス・ウォルポールがこの部屋を訪れた時、彼は、感銘を受け、カールトンハウスは完成した時、ヨーロッパで最も完璧なものになるである音の言葉を、残した。そこには私を驚かせた8月のシンプルさがある。あなたはそれを壮大と呼ぶことはできない。驚かせられたのはその味わいと妥当性である。 すべての装飾品は適切な距離にあり、大きすぎず、どれも繊細で新しく、ギリシアの装飾品よりも自由で多様性がある。それらはおそらくオテルドブルボンコンデや他の新しい、宮殿からの借り物であるが、フランスのものほど古典主義的ではない、摂政王大史上自女子ジョージジョシュアレノルズによる、肖像が1785年しかしながら、カールトンハウスの建設は、 大大使の債務のため1785年の終わりまでに中止された。マリア・フィッツ・ハーバートとの結婚後、彼の未払い債務は25万ポンドに達した。議会は、カールトンハウスにかかる莫大な費用を調査し、完成するためにどれくらいの費用が必要なのか、見積もりをするための委員会を設置した。1787年5月、大大使は悲しそうな面持ちで、 父親ジョージ3世と面談し、邸宅を完成させるために資金を拠出することを懇願した。1787年夏に建設は再開され、完成まで6万ポンドの予算で、フランスの著名な家具メーカーや職人たちの支援を受けて行われた。この時期カールトンハウス建設に貢献したフランス人職人たちは、パリのマルシャン・メルシエであったドミニク・ダ・ゲールの監督下にあった。 ダゲールはマリー・アントワネットの室内装飾家でアダム・アイスワイラーの家具を輸入する代理店だった。完成した時カールトンハウスは幅62メートル奥行き40メートルだった。来訪者は両脇に待合室のある玄関につながったコリント式の柱を持つ六中式のポルティコを通って邸宅に入る。カールトンハウスは来訪者が メインフロアから邸宅に入るという点で得意である。ほとんどのロンドンの大邸宅や当時の宮殿は上部に主要なフロアを持ち低層階は簡素というパラーディオ建築様式のコンセプトに従っていた。来訪者は玄関から黄色い人造大理石のように屋柱で飾られた天井に照明のある2階建てのエントランスホールに入る。ホールの向こう側にも また天井から照らされた八角形の部屋がある。その部屋は右側に中央大階段があり、左側には中庭があって、正面にはメインの待合室があった。待合室に入り左に曲がると大大子使の居住スペースがあり、右に曲がると公式のレセプションルームである、駅見室、ドローイングルーム、ミュージックルーム、ダイニングルームがあった。中央大階段パイン。 エスロイヤルレザデンセス、ウィリアム・ヘンリー・パイン作地下には、ゴシック建築によるダイニングルームや、大大子使の図書館、中国式のダイニングルーム、中鉄とステンドグラスで作られた素晴らしい、ゴシック建築様式のコンサバトリーなどを含む、天井の低い続き部屋があった。この続き部屋には、ドアを開いた時に、印象的な縦列になる折りたたみ式のドアが、備えられていた。 建物の全長を使って一つの巨大な宴会用テーブルが置かれたこともあった。一階にある部屋は丸に面した庭園に直接つながっていた。丸は大太子の祖母オーガスタのためにウィリアム・ケントが設計したデザインを流行の造園家ハンフリー・レプトンが改修した風景式庭園の手法をとっていた。カールトンハウスにはフランスの華麗な装飾品や家具の他に優れた 芸術作品も飾られていた。今日のロイヤルコレクションの中で最も素晴らしい絵画の多くは、カールトンハウスのために、王太子ジョージが収集したものである。プリンス・オブ・ウェールズ時代のジョージは、ジョシュア・レノルズ、トマス・ゲインズ・バラ、ジョージ・スタップスなどその時代の芸術家を支援した。また、第3代ハードフォード公爵フランシス・シーモア・コンウェイと、初代ファンバラ男爵、 チャールズ・ロングを芸術顧問として、レンブラントやルーベンス、バンダイクやカイプ、ヤンス・ステーエンなどのオールドマスターを購入した。1816年のカールトンハウスの所蔵目録には、絵画が大広間に136枚、大大使の居住空間に67枚以上、それ以外の場所に250枚あると記載されている。 1820年の父の死に伴いジョージ四世として大いに即位した彼の関心はカールトンハウスからロンドンでの主要な居宅としてのバッキンガムハウスの改装と大々的な拡張に移った。さらに、丸と繋ぐためにアローコとかカールトンハウスの解体をもたらすリージェントストリートの計画変更も重なった。1826年カールトンハウスは解体された。 ほとんどの家具やカーペット、芸術作品はバッキンガム宮殿や他の王室の邸宅に移された。また多くの建築資材が当時建てられたり改築されたりしていたいくつかの王室の邸宅で再利用された。これらにはバッキンガム宮殿やウィンザー城があるが、ロイヤルロッジやもしかしたらロイヤルパビリオンでも使われたかもしれない。バッキンガム宮殿に設置されたマントルピースは ウィンザー城の多くのドアと同様、確かにカールトンハウスから来ていることが判別できる。ポルティコの柱はトランファルガー広場の新しいナショナルギャラリーで再利用され、屋内にあったイオニア式の柱はバッキンガム宮殿のコンサバトリーに移された。ステンドグラスの紋章はウィンザー城の窓に組み込まれた。現在カールトンハウスの跡地には、 ヨーク公記念碑と二棟のカールトンハウステラスが立っている。19世紀末のイギリスの作家オスカー・ワイルドは1890年に出版された彼の唯一の長編小説ドリアン・グレーの肖像にカールトンハウスを登場させており、11章で主人公が祖先脱の肖像画を見ている場面でこう語らせている。王太子の自由奔放な日々ので、 フィッツ・ハーバート夫人との秘密の結婚の立ち会い人の一人である、第二代、ベックナム教。カールした栗色の髪と、欧米なポーズをとる、彼は、なんと傲慢で、そして、ハンサムだったのだろう。彼が残した情熱とは何か。世間は彼を悪名高いものと見ていた。彼は、カールトンハウスで、七肉人の騒ぎを催していた。ガーター勲章が彼の胸で輝いていた。 ありがとうございます。